セーリング神戸のステージを全力で盛り上げたいと思います。それでは踊っていただきましょう。どうぞ。会場にお越しの皆さん、こんにちは。今から演舞いたしますのは不器用2022年度作品カゲロウ、テーマは陽子となっております。またこのセーリング神戸がカゲロウの踊り納めとなっております。不器用一同全身全霊で演舞いたします。どうかご声援のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。いにしえ江戸にまつわる言い伝え、人々はいつもと違う日常であることに気づかない。心躍る時は無常にも過ぎず。十三代目不器用かげろう、天下太平の幕開け。はっはっさーい、寄ってらっしゃい見てらっしゃい。商売繁盛大繁盛、ほーさーれ、はいはい、ほーはいはい。セーリング神戸にそやさーそやさー、はっはっはっ、ほーはっ。どんちゃん騒ぎは夜まで続いた。キュー、ここに権限。さあ我の前にひれ伏し傀儡となれ。若く鋭い漆黒の王を携え、その姿はまさしく言い伝え通りの球技。恐れはなく暇もない民衆は物言わぬ操り人形となり果てる。我がしもべたち、我の思うままに踊り狂え。さあさあさあ、あはははは。これでこの街は我のもの、永遠に甘い夢を。今宿願を果たすとき。小賢しい監視どもめ、明けによるよないと信じて。ああ、今勝負この時を待ちわびたぞ。なんだこの力は。二度と手出しはさせるものか。おのれ、これで終わりだ。闇に覆われた夜は終わりを迎え、光の朝がまた日常を照らす。人々はかつての日常を思い出し、そして今本当の幸福を知る。手を取り立ち上がり、果てなき道の先へ。さあ行こう。見ていただいた全ての方々に最大限の感謝を込めてありがとうございました。ありがとうございました。はっ。四天王寺大学よさこいソーラン部不器用の皆さん、ありがとうございました。